A のもかにジャズ席だったですってことでですね、本日はザクトラやっていこうかなって思います。まあ、ただね、俺ね、このね、スリラーバグ一回もやってないので、ちなみにサブアカとかでも別に触ってない。から、ツイッターとかで見た情報だけ。まあ、とりあえず、まあ、ザクトラってことはここの二人ならいけんじゃない。まあ、カイドウはね、飛んだりはできないんだけど、純粋に強いから。で、もうみんなね、もう終わっちゃったよとか、ある程度やってるって人もいると思うんだけど、一応俺のおすすめキャラ出しとくと、こんな感じ。まあ、コビー、ナゴミン、オロビぐらいはすげえ優秀なんじゃない？交渉だからゲットしやすいしね。まあ、詳しい説明とかはね、こっちの動画見てもろて。まあ、てことで今回とりあえずこの緑パでやっていこうかなと思います。オッケー、攻めよろしく。え、めっちゃ音楽良くない？いつもの音楽じゃないよね、これちょっと。なんかちょっと楽しげな感じになってない？これどういうコースだろう？そして、なんかさ、下があるみたいな話でしょ？俺何やってんの？俺何やってんの？オッケーオッケー、とりあえずね、てことで、オロビが抜いたら、チームブーストのこっちのゲージがね、5% 溜まるんだよね。だからそういうのも含めて、なんか、なんていうの、普通のキャラクターよりも優秀。まあ、とりあえず俺いろいろかっぱらってこっから。けどさ、ここら辺で俺ずっとやっててんじゃない？誰か死んだ今。なんかさ、俺前確かシャンの動画でやったんだけど、相手倒していく戦法も強いんだよね。早かったー、やらかしやっしゃー、やらしゃしゃしゃん。オッケーオッケー、まあ死なない、まあ死なない。オロビって旗抜き回復あったっけ？旗ダッシュ回復あるならでかいな。逃げとく？いやー、ルフィ強いね。こっち側は、あ、オッケーオッケー、あ、そういうし、面白ここ。結構浅いんだね、そこ。こっち来ないで、ルフィ。はい、オッケー、お疲れ。いや、待って、お前が起き上がるまでにここを抜き切る、そんなことはできんぞい。そんなことはできんぞい。いや、きっつ！いや、俺も2巻で来るべきだった。俺、もっとさ、段差があると思ってた。あ、そうなんだ。結構階段短い系ね。オッケーオッケー。2巻って、足あんま速くないんよね。まあ、そういうこともあって、あっちがいいかなと思って選んだんだけど、オロビ。いや、まあ、オロビはオロビでいいだろ。強いからな。いっとすげえ、思ってる。ちょっと速かった。一点速かった。わい。いやー、泣かした。え、待って、オロビの方が生きてるんだけど。え、待って、オロビの方が生きてんだけど。まあ、15対15。まあ、いい勝負。まあ、いい勝負。これ、3点側見えないのおもろいな。わーい。意外と相手、俺に興味ない。お、そこの C は持っていけそうじゃね？ C つかそこ、これ。え、C で合ってるか？奥は、あと半分か。半分はちょっと長いな。え、待って、めちゃくちゃいい勝負してない俺ら。あ、待って、奥3点いかれるな。いや、だこれ待つのはやばくない？これ待つのはさすがにだよな。うーわ、キットって結構通常短いんだけどね。いやー、これはもうじゃない？この二人を相手に滅びじゃ無理だよ。俺さ、つい先日さ、なんか起動しなくなって、バウンディが起動しなくなったっていうか、スタート、タップトゥースタート押してもスタートしなくなるって地獄みたいなバグがあって、そのせいで一回アプリ消したりいろいろしたのよ。結果ね、スタンプのロックが全部外れてるんだよね。から怒りスタンプ押しちゃう恥ずかしいことがそのまま見えてる。煽ってる。めっちゃ煽ってる。え、待って、負けるくね？けど、思ってるいなかったな。オッケー、来た、よろしく、2試合目。いや、やっぱこの音楽めっちゃいいな。好きだな、これ。なんか聞いて楽しいよね、これ。仲間取り行ってくれそうかな、奥。俺、そこ取る？別にいらない。俺、上でさ、ちょこちょこやっといたからうざかったかな、相手としては。いや、どうなんだろうな。そう、このバトルってさ、もちろん3本バタっていうのは、あそこを取った方が点としてはうまいんだけど、結構それで仲間との取り合いになっちゃって、どっちも譲らないみたいなことになるとすげえもったいないから、まあ、取れそうなら行くぐらいで、できれば減らすぐらいな感じが一番いい気がする。これ当たるね？回避うまー。回避うまー。待って、嘘だろ、めっちゃ攻めてきてるじゃん、マム。やば、この人。ちょっと、できるだけ、できるだけ触ってほしかったな。オッケー、ジャスト回避。触ってくれねえ、旗。そう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 、それでいいの。お前はそれでいいの。で、限界まで減らして、俺のために。はい、お疲れ。お疲れ。そ、それ、それ。それでいいのよ。オッケー、オッケー、オッケー、いよいよ。いてー、赤緑だし、ダメは痛いね、やっぱ。奥抜けるから、さすがに無理。さすがにそれは横着、俺。あ、そ、マム触ってみる。マム、もう一回触ってみない？
オッケー、回復したかった。いや、わかってるね。もう、さすがに同じミスはしないね。俺がじゃあ今度は触ってやるとするか。ただ俺は貴様には抜かれないぜ。メーザー砲やる。まあ、メーザー砲で大丈夫、受けれる。からの絶対受け、飛べ。あ、いやいや、いけるいけるいける、大丈夫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 。か、痛い。まあ、死んでないからね。全然。3点ボタン2本かっぱらったらでかいんじゃないの？さよなら、マム。あ、落ちねー。あ、マム、落ちねー。惜しいんだよな。もうちょっとなんだよな。さらね、これね、火力にメダル振ってないんだよね。変な話してる時に勝ってる。ナイス。よーし、オッケー、ラストだ、よろしく。いや、やっぱ、オロビ強いな。純粋にどかせる性能も高いよね。いけるいける。おー、待って、思ったところじゃなかった。ごめん。お前3本側に行くと思っちゃった。ごめんよ。ま、別に無理に行く必要もない。あ、そっちから行くのか。オッケーオッケー。あ、そっち側の方が早いのかな。さーって行ってピョンってやったが早いんかな。わからんな。そう、まださ、そんなにやってないからな。まあ、今んとこ経験2試合だからな。あ、ほんとだ、ここさ、やっぱこっち側からが早いのかもしれん。まあ、キングの機動力だからね、言うて。キングってめちゃくちゃ機動力高いキャラだからさ、まあ、そこんとこある気がする。なんか怒ってる。なんか怒ってる。なんで何怒ってんの。いや、いいな。これはこれでなんかおもろいな。はい、オッケー。そう、ずっとオフだったからね、俺、怒りスタンプ。え、なんかさ、ずっとさ、試合中打つやついるじゃん。めっちゃ指示中プラス、怒り中みたいな、すごいめんどくさいタイプのやつ。あのパターンがうるさすぎて切ったんだけど、こんなに少なかったら、まあ出しておいても、うん、おもろいかもな。とりあえず、ここに来た。オッケー。けど、やっぱね、オロミがいる分ね、ブーストゲージはマジで早い。強いわ。こっち来る。わーい。ダメがない分、うざそう。チクチクしかできないから、俺。はい、オッケー、やってくると思ったぜ。バーン。火力がないな。まあ、一回落ちてるね、多分あのゾロ。仲間ナイス、カリュードン。でかい。カリュードン強い。あれ、実質結構高いもんね。700何十あるもんね。さすがですわ。オッケー。何気にやっぱ、オロミ強くね？ここまで死なずに、こう、取り切れてる。安定してというか、取り切れてるのはやっぱ優秀だよね。いた？キンク！大丈夫じゃん。オッケー、いける？けど、オッケー、22対18。まあ、悪くなし。まあ、戦果としては悪くなし。そこまで優勢なわけではないけど、まあ、負けてはないよね。全然いい。まだ優勢。3点側取ったらひっくり返されるけど。待って、この試合、地味。この試合、が、勝てるわ。もうごめん、取ったわ、ここ。勝つわ。ありがとうございました。いや、強いわ、オロビー。みんなも使ってみてね。